ところで当の本人は自分のことをどう思っているのか。自分で言うのもあれですけど、新人類っていう感じですかね。ニュータイプというか、私が普段やっていることって賛否両論あって、すごい好きって言ってくれる人は好きって言ってくれるんですけど、やっぱりなんかちょっとその世界観も可愛いだけじゃなくて、その可愛いの中にちょっとグロテスクなものとか気持ち悪いのとかふざけたものとかをたくさんこう入れて集めてギュッとしてあの PV とか作っているので、分からない人にはなんか、この小娘の良さが分からないっていう人もたくさんいると思うんですけど、なんだろう、まあでもその賛否両論ある中で貫き通したっていうのはすごくあります。あの以前握手会をした時に、まあおじさんの男性のファンの方だったんですけど、キャリーちゃん、あの次はさ、その可愛い部分だけでいいからグロい部分はなくしてよって言われたんですけど、その時に私は、あ、私は絶対そういうグロい部分とかなくしてと言われても、そのやりたいことは決まっているので、もうそうやって思ってるんだったら別に応援しなくていいですみたいな、すっごい冷たいこと言っちゃったんですけど、今思うと。でもそれぐらい、なんだろう、一つ決めたこと絶対変えないっていうのはあって、新しい可愛いを作っていきたいなと思っているので、何と言われようが、良くないと言われようが、私はこれがいいと思ってるから、それを貫き通すって感じです。見つめて知った彼女のリアル、食べるものがまるで普通なのだ。例えば健太のチキンフィレサンド、この日はファッション雑誌を片手にランチパックのチョコレート味。等身大の今を知る彼女だから今時の可愛いを描けるのかもしれない。もうすぐ初めての海外ツアー、ベルギー・ブリュッセルから始まり、パリ・ロンドンと3都市を回る。自分らしさを貫くだけ、そう思う一方で現実味はまだ薄い。まさか自分が世界で歌うなんて。あ、お疲れ様です。平成5年東京・田無の生まれ、一人っ子だった。しつけの厳しいスパルタ家庭、中学生までは人の目を見て話せないほど内気だったという。なんかその表に出るのがあんまり得意ではないタイプの女の子でしたね。なんかどちらかというとあんまり目立つようなことはしたくない、平凡に暮らしたいみたいなタイプだったんで、だから中学の時の先生とか、あの子がキャリーパミュパミュかぐらいの一致とかしてないんじゃないかなと思いますね。違う自分が目覚めたのは高校時代、友達の影響でお笑いにはまり、毎日教室で悪ふざけ、一時はお笑い芸人を目指した。同じ頃に夢中になったのがファッションだった。休みのたび派手な服で原宿が通う、着る喜びと見せる喜び、原宿にはその両方があった。17歳、路上でスカウトされ読者モデルに。当時の通り名はキャリー、さなぎはそして蝶になる。一言で言うと第二の私が誕生した街っていう感じです。はい。あ、おしゃれするのってこんなに楽しいんだ。あ、おしゃれして目立つことってすごくなんかこう褒められたりするの嬉しいんだって思って、そこからは結構なんかこうそういう表に出るのが好きになってきましたね。今持つ正式名はキャロライン・チャロンプロップ・キャリー・パミュパミュ。
名前も可愛い響きにこだわった。同年代に多いアイドルとの違いは何なのか。答えの一つは独自の世界観ということになるだろうか。仕掛け人と呼ばれるプロデューサーは確かに存在する。 Perfume なども育てた中田ヤスタカだが、彼とて自分はただの手助け役と公言してはばからない。